なんと今日のゲストは俺が太田プロにいた頃からずーっと断られ続けてきたこの人松村さんが出てくれました。はい、よろしくお願いします。バン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 断ってません断ってません今日はよろしくお願いします。お願いします。それやっぱりコロッケさんとかやっぱすごいですね。いやあれだけのステージやって歌ってやってるっていうのは、はいはい、あの清水明さんとか BG 4さんとか栗田寛一さんとか、自分が東京来たばっかりの時にモノマネブームの四天王っていうのはすごいなっていうのはそう思います。あと太田プロのライブに初めて出た時に見た爆笑問題さんの漫才とあのコントを見た時、わーってやっぱ東京はすごいいろんなのがいるなと思ったのがあれですね。ダチョウ倶楽部さんも僕もすごいと思いました。やっぱりこうやっぱりなんかあの瞬間芸から何からね、ずっと僕はあのネタやってるダチョウさんがすごくもう感動でしたね。僕南部さんもすごいと思うんですよ。一からやり続けてるのは本当電撃ネットワークから。はい、あ、南部さんは誰ですか？自分はね、2人いるんですよ。はい、やっぱり電撃ネットワークの技はさっきちらっと話したんですけど、自分たちの真似をたけしさんがやった時に、あれを見た瞬間に、あ、これだ、これが電撃がやりたいことだったんだと思って、難しいことをやるんじゃないんですよ。石を持ってきて、ただはっはっ、だん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 ってやるだけで、あ、これだ、これが電撃ネットワークの元々はこれが一番面白いなと思いましたね。テレビ朝日のネタ番組で、深夜に電撃さんとかがネタをやってるのをたけしさんが見て、飛び入りでテレ朝の深夜に入った時があって、その後ゴールデンでこれをやろうって言ってやってる時に、電撃さんとかが出てる時、やっぱパンツ一枚でたけしさんがね、ああそうですか、でで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 で、それでそういうやってましたもんね、はい、なんか電撃ネットワークのパロディをたけしさんがやってるのすごい新鮮でしたね。その後にたけしさんから映画のオファーがあって、アキレスとカメっていう映画で、はい、それで出ましたけど、その後一切のオファーはなくなりました。あだから俺たちは映画向かなかったんでしょうね。やっぱりお笑いウルトラクイズも出ましたよね。はい、ウルトラクイズ出ました。出ましたよね。でもね、あのウルトラクイズのあのリアクション芸というのがあって、はい、あのリアクション芸にはリアクションの上手い人でなきゃやっぱりダメですね。俺たちはあのできちゃったりするから面白くないんですよ。ダチョウさんがやりましたね。ダチョウはうまいんですよ。ダチョウはもう芸人の中でもすごいうまい方だと思いますね。あともう一人っていうのが芸人じゃないんですけど、矢沢の A ちゃん、矢沢さん、あの人は俺より多分2個上なんですよ。2個しか違わないですか。今74、これから75になるんですけど、あの人が2時間あのままの歌で、それこそマイクやりながらステージの上走りながらあのライブやり遂げるっていうのは、だって自分の周りの75歳の人たち見てくださいよ。病院で点滴打ってたりとか、みんなよちよち歩きでっていうのがあるじゃないですか。矢沢さんステージやるのどうですか。この角度で見ると若干だけね、矢沢似てますね、ちょっとなんか雰囲気が。あのね、あの矢沢カツラ用意しましょうか。今あの孫ができまして、陽子に孫ができまして、おじじって呼ぶのはやめてください、よろしくって感じで、なんか矢沢ちょっと似てるでしょ、うん、あの認めるとファンの方が何か言うかもしれませんけど、雰囲気がやっぱり僕に感じるんですよ。好きなんだなって、好きだから目の動きとかなんか雰囲気がありますね。一回矢沢さん本人に会ったんですよ。
あそこの店のマスターに紹介されて、それであそこの店っていうのは あの、サンミッパーっていう店が、サンミッパーという店ですか、店があるんですよ、はい、どこにですか。昔今なくなっちゃったんですけど、六本木に行く、六本木にある、はい、そこにサンニッパーって店があったんですよ、はい、だからそこに行った時に矢沢さんが、周りはやっぱり女性だらけです、そこでマスターがあの電撃ネットワークの南部さんです、誰って、はい、頭に缶つけて見せてよって言われて、それで頭に缶つけたんですよ、何それって、貸してって言って自分でこうやってつけて、どういうこと、次の日のツイッターに書いてた、それを。へえ、それがすごい嬉しかった。A ちゃんが南部さんのこれをやって、そうなんです。それツイッターで書いたんですか、だからそれ何年前ですか。はい、もう15年ぐらい前。あ、そうなんですか。あれって僕でもできるんですかね。多分できないと思いますね。どうやってやるんですかあれ。今はね、ここにあのアルファかなんかつけてもできないですね、僕なんか。自分はね、今ネタの説明をするときに年を取ってきたんで、割と頭のシワとシワで挟んで幸せってやってるんですよ。あ、そうやると、ですね、はい、それをやると、はい、結構ね、結婚式会場とかでみんな受けたりするんですよ。多分一番合うのは葬儀場だと思うんですけど。実際にはどうやってくっつけるんですか。いや、ただ頭の形が合うだけだと思いますね。頭の形が合うだけでできるんですか。これはできるかできないかはちょっと、あ、なんでできるんですか。これ僕もやらせてもらえないんですか。はい、これうちのかみさんができたんですよ、初めに。これ できないですね。これどうやってやるんですか。いや、ただ頭に合うだけだと思いますね。これどうやって頭そんなになんか、ただなんでこれできるんですか。これでずっと一応海外回ってますからね。なんでできるんですか、東京ショックボーイズ。これちょっと僕できないんですか。できないと思う。ナムさん乗せてください。できるように。できるように、できるかな。できるかな。ちょっと待ってくださいね。あー、ダメだな。僕の頭じゃ無理なんですか、これ。そうですね。そうですね。形があるんですかね。形があるんだと思いますね。でも本当にうちのかみさんができて、それから初めできなくて、2年間ぐらいお風呂でずっと稽古して、それでできるようになりました。稽古でできるんですか、これが。そうなんですよ。また太田プロ戻ってきてくださいよ。これね、多分社長もこれやりたいと思いますよ、うちも。いや、すごいですね。はい、やっぱり南部さん、なんか持ってますね。持ってます。いや、僕ないんですよね。モノマネで怒られたことないですね。ないですね。なんかバイトしてる時、武田鉄矢さんの髪の毛にバッテリーライト近すぎて熱いって言われたことはありますけど、学生時代に。だけど自分がなんかモノマネで武志さんにも怒られてないですね。あるじゃないですか。あれ、それはリアクションが悪かったんですよ。いや、違いますよ。一度番組かなんかで、絶対に出る前に俺の真似するんじゃねえぞって言われて、で、なんか後で聞いた話ですよ。これは軍団の人から聞いた話。武志さんのところに松村さんが挨拶に来て、で、初めから今日は絶対俺の真似するんじゃねえぞって言って、はい、はいって言いながら、いきなりもう出た瞬間にもうたけしさんのモノマネから入っていった時に、たけしさん、もうやってるよって言って怒ってたって言ってましたよ。それ褒めてたんじゃないですか。あ、褒めてたんですかね。あ、なんか、まあ、俺のだから俺のモノマネするやつがいるらしいんだ、お前じゃねえだろうな。いや、俺じゃないですって言ったから。俺じゃないです。
俺じゃない、お前じゃないかってなんかそういうのありましたけどね。でもまあそれはまあシャレの範囲ですよね。本気で怒られたことはないですね。モノマネやってて、はあ、なんかありますか。ありますね。俺たちはしょっちゅうありますね。もう自分たちはよく修羅場くぐり抜けてますよね。もう昔からもう演芸場という演芸場で俺たちがやると、要するに電撃ネットワークですよ、がやると場が荒れるとか、ああいう汚い芸をしてとか、あの後で聞いた話ですけど、一回自分たちは黒柳徹子さんってすっごい温厚な人らしいんですよ。あの人の徹子の部屋に俺たちが出ることになったんですよ。決まったんですよ、はい、それでその日行こうかなと思って、みんなで車に乗った瞬間に徹子の部屋から電話がかかってきて、キャンセルしてくださいって、要するに俺たちのネタを見て初めて徹子さんが、私はこの人たちと一緒には出たくないって言って、そういう断られたことはドタキャンですよ。今までそんな人はいないと思うんですけど。それすごいですね。僕でも徹子の部屋 OK でした。ああ、そうですか。はい。いいですね。羨ましい。そうです。1回だけ出ましたけど、そうですね。そんなにハマってはなかったけど、寸前の NG ってのはないですね。俺聞いたら、やっぱりね、そんなことはないはずだっていうくらいに、はい、そう、もうすごい、当日キャンセルですよね。寛容な人だって言うんだけど、俺たちだけみたいですよ。あ、断られたの。でもね、僕部屋が汚くて、ちょっと昔デリヘルのお姉ちゃん呼んだ時に部屋が汚くて、そんなことあるんですか？そしたら向こうが、すいません、キャンセルでよろしいでしょうかって言って、はい、だから交通費のキャンセル料だけ払って向こうが変えられた時あります。はい、自分で電話もまだ携帯のない時代でしたけど、すいません、ちょっとそういう状況じゃない部屋なんで汚いので、なんかタオルかなんかありますって言ったら、汚いタオルがこう出たらあ、じゃあキャンセル料だけいただきますってお帰りになられたのはありますね。なんでだろう。いや、汚いからです。いや、知らなかったのかな。いや、部屋が汚いんです。さあ、それで最後帰り際にモノマネある人たちにね、ガチャンって閉められたことありますね。はあ、いや、そのキャンセル以外、モノマネでのキャンセルはないですね。はい、あともう一回俺たちで会ったのが、はい、黒柳さん以外に、保険の自分が腎臓移植の手術したじゃないですか、はいはい、その話をしてくれって言われて、割と1時間のショー時間あったんで、はいはい、まあ、いわゆる講義ですよね。講義をやってくれって言われてやって、それで旦那小柳、相手間にちょっとだけ、もうそうですね、大隅健也に似てる、旦那小柳さん、旦那小柳と一緒にちゃんとちょっとしたショーをやって、電撃ネットワークを分かってもらいたいと思って やったんですよ、はい、その時に旦那小柳のお尻で割り箸を やるんですよ、はい、あれやった時にまずなんとなくざわざわざわっていう雰囲気があったんですよ。で、いつもこれをお客さんでやらせるんですよ、はい、それでお客さんにあげて、その方は男の人ですよ、男の人でやって、これをやってくださいって言って、男の人のズボンをパッて下げたら、はい、絵柄がずらーっと入ってて、はい、保険の仕事のそういう人で絵柄の入ってるっていうのの人を出しちゃったら、やっぱりまずいじゃないですか。分かんないですもんね。分かんないですよ、ね、それでもう散々怒られましたよ。もう今日の話全部流せないですね。あ、そうですか。YouTube のダメですか。YouTube で OK です。 YouTube で OK です。これ普通に地上波じゃ無理です、ね、無理ですね。でも、まあ、その絵柄が出てきてこう割り箸をでもその人にやらそうとしたり、今お尻出せないですよね。でも昔は割り箸ヒップアップさんとかもやってましたしね、神奈月さんもやりましたけど、
ね。あ、そうですか。そうですね。絵柄が出てきて、こんにちはですからね。もう、じゃあ、シャレにならない。アートが出たわけですね。いよ電撃 TV、チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございます。